の友達どんな顔どんな顔楽しい動物百科始まるよ提供はサントリー。東アフリカのサバンナにはちょうど海に浮かぶ島々のような森に包まれた山々があり、サバンナへ小川が流れ出ています。アフリカクマタカはそんなところに住んでいる翼を広げた幅が1メートル以上もある大きなタカです。ユーラシア大陸のクマタカが高い岩山に好んで巣を作るのに対して、アフリカクマタカは高い木の上に巣を作ります。親鳥が何か加えて戻ってきました。青い小枝です。巣を緑色にしてカムフラージュするんです。アフリカクマタカの両親はヒナが卵から帰ると非常に警戒的になり、片親が必ず巣の近くに残って見張りをしています。今度は獲物を取ってきました。アフリカクマタカが他のタカと違っているのはヒナの産毛が灰色なこと。他のタカは大概白い色をしています。またこのクマタカの場合はたまたまヒナが1羽だけですが、一度に2羽のヒナを育てることができるんです。親鳥は硬いところは自分で食べて、ヒナには柔らかいところを引き裂いてやります。他の動物にとっては恐ろしいクマタカですが、実に優しい振る舞いで子供を養っていますね。アフリカクマタカの両親はこうして65日間ヒナが巣立つまで獲物を運んで世話を続けます。サバンナの上を飛ぶ巧妙な狩人アフリカクマタカは、小型のカモシカの子供やガン、ウズラなどの鳥を捕らえて生活しています。サンゴ礁の砂浜、潮がだんだん引いていきます。潮が引くと海岸は人が歩けるほどの浅瀬になり、潮だまりの海水は太陽に照らされて手が入れられないぐらい熱くなります。しかしこんな熱い潮だまりにも耐えている生き物たちがいます。ウミウシは貝殻のない裸の貝で、大変美しい多くの種類がいます。おやおや、これは何でしょうか。ずいぶん長いですね。ずっとまだまだ続きます。これはオオイカリナマコというナマコなんです。長さは2メートルもあります。このナマコは海底を這い回り、触手を動かして砂を吸い、長い腸を利用して砂の中に含まれている栄養分を吸収しているんです。白ひげウニが小石や貝を背中につけています。これは敵から身を守るカモフラージュと、熱い太陽の日差しを避ける両方の役目を果たしているんです。ガンガゼは魚などの影が近づくと鋭い棘を向けて身を守ります。潮だまりには十分すぎるほどの強い太陽光線を避けるのではなく、逆に利用している生き物もいます。こうした生き物はいずれも体の中に単細胞の海藻を飼っていて、海藻の作り出す酸素や養分を利用しています。太陽光線を利用する潮だまりの生き物、省エネルギー時代、人間も見習いたいもんですね。楽しい動物百科始まるよ
提供はサントリー。年間降雨量数ミリという山と砂漠に囲まれた荒れ地、ここに家畜ロバの祖先、野生のソマリロバが住んでいます。ロバは家畜として世界中で飼われていますが、もともとは野生だったのです。野生のロバはアジアノロバとアフリカノロバが知られていますが、どちらも大変数が減り絶滅の危機にあります。アフリカノロバの一種ソマリロバは4本の足に黒い横縞があり、美しい紫がかった灰褐色をしています。ロバは草を食べて生活しています。そして食料の乏しい砂漠では、季節の変化に合わせてカヤツリグサからヨモギのような草を食べます。一生懸命草を食べています。砂漠というのは食料があんまりないんで、生きるのが大変なんですね。こうやって見てると、本当にロバというのは耳の長い小さな馬という感じです。尻尾の先には毛ぶさもついてますよ。野生ロバは昔から砂漠の人々にとって、その肉と皮が重要な食料と医療になってきました。また最近では牛や羊などの家畜のために住む場所を追われたり、野生化した家畜ロバと雑種化して純粋の野生ロバがいなくなってきました。野生動物は一度絶滅してしまうと、その姿を二度と見ることができなくなってしまいます。しかしロバは野生から家畜へとその姿を変えて、今なお生き続けているんです。今日の友達どんな顔、どんな顔、楽しい動物百科始まるよ。提供はサントリー。サンゴ礁の海には幅が1メートル以上もある巨大なイソギンチャクがいます。でも見てください、口はただ一つ。これで一匹の動物なんですよ。大きなイソギンチャクにはしばしばクマノミという小さな魚が一緒に暮らしています。これは一つ貝の隠れクマノミ。クマノミはイソギンチャクの恐ろしい触手の毒にやられない魚なんです。今度は花びらクマノミ。クマノミの種類と大イソギンチャクの種類の間には相性があって、相性が悪いとクマノミもイソギンチャクに刺されて食べられてしまいます。普通一つのイソギンチャクに住んでいるクマノミは一つ貝の夫婦か一家族に限られていると言われます。とても縄張り意識が強くて他のクマノミを寄せ付けないんです。クマノミの親類ミツボシクロスズメも同じようにオオイソギンチャクに住み着きます。しかしこれは子供のうちだけで、大きくなるとこうした共同生活はしません。クロスズメの子供たちがかくれんぼみたいなことしてますね。美しいサンゴ礁の海には大小さまざまな肉食の魚たちがいて、クマノミにとっては決して安全な楽園とは言えません。イソギンチャクにとってはクマノミがいなくてもどうということはありませんが、クマノミにとってはイソギンチャクはかけがえのない安全な隠れ家なのです。ヒグマが川の中に鮭を取りに来ました。
ヒグマは秋になると冬ごもりのために十分な栄養を取らなければならないからです。毎年9月になるとたくさんのサケが産卵のためにここアラスカの川を登ってきます。このサケを狙ってヒグマは川に降りてきます。普通ヒグマは川が近くにある森に縄張りを持っていて、一匹ずつか親子で住んでいます。サケを捕まえたようですね。前足で押さえて器用にサケの皮を剥いでいきます。たくさん皮の中にサケがいて、あれもこれもというわけで目移りしているようですね。よっ、おっと、どっちにしようかな、今度こっちにしようかな、どうしようかな。まあしょうがない、さっき取ったのを食べておくか。最初の鮭に戻ったようです。口でくわえて岸に上がってきました。さて前足で押さえて、よっ、おっと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 、鮭も必死ですね。今度はしっかりと捕まえたようです。カモメがお余りをもらおうとたくさん群がってきました。さて次はどの鮭にしようか。ヒグマが魚を取る方法は、顔を水につけて魚を探し、次に前足で押さえて口にくわえます。こうして1日8匹ぐらい食べるそうです。クマによって魚の食べ方が違います。丸ごと食べたり、頭やお腹しか食べないものもいます。これはクマの年齢やその年の魚の量によると言われています。こうして秋のうちに十分に栄養をつけて、クマは冬ごもりに入っていくのです。